僕は分からないなりに、うん、イタリアンというものを一から勉強しました。声量一定売れるんで5000万貸してください。いやお前5000万貸したから売れたいと思ってます、うん、うぜえ。どうもトムロック TV です。本日のゲストはトンツカタンの森本くんです。よろしくお願いします。森本です。実験企画を一回西田でやってみたの見ましたよ、うん、はい。いや俺たちは正直、はい、まあもう何にも思いつかなくて、一本取んなきゃ足りないっていうので取った企画なので、苦し紛れ企画なんですか。そうこれは完全に。そうなんだ。で、まあ、はい、正直、はい、いろんな人を巻き込みたくなかったから西田西田で取った。なるほど。たまたま来てた西田で取った。あ、そういう裏があったんですね。そしたら意外に、はい、なんか見たい、もっと見たいってなって、はい、めちゃくちゃ面白かったです西田の回。でコメント欄に、はい、森本で見たいってのはすげえ来るのよ。余計なお世話っすね。だから今回はもう本当リクエスト。はい、マジっすか、嬉しい。でも視聴者のリクエストで森本を呼んだの、はい、だから、はい、本当俺たちが別に呼びたいわけじゃない。言わなくていいってそんなこと総意でって言っとけばいいんですよこの場合。ただこの企画決まってからあの眠り浅いんですよねなんかここ最近で一番緊張してます今僕。あの、まあ、一応企画も一回説明すると、はい、ツッコミはボケありきでツッコむのね。そうですもちろん、まあ、基本的なこと言うと、はい、誰かボケてくれてそれをツッコむで今回は別にもう全くボケないノーボケ空間ね、はい、ノーボケ空間で、はい、なんとなく頑張ってこう自分で見つけてツッコんでくれっていう企画です。そうですよね。でも確かに僕大学時代誰もボケてないのにツッコミ続けて孤立した経験あるので、ね、ちょっとそれを思い出して。あ、なるほど。ちょっとトラウマにはなってるんですよ正直。なるほど、ね、でもそれをまたちょっと復活させたいなと思います、うん、それって要はただの痛いやつだそうなんです。尖り痛いやつ、尖り痛いやつだったってことだね今回はこちらの会議スペースで企業の方と投資家の方とで大事な商談が行われてます、はい、でその商談を見てツッコミどころを探してツッコんでもらう。制限時間10分で多分後半は、はいはい、多分誰もいなくなります。うわあの西田の時にもあったけど、はい、あれだってもうモノボケでしたもんねあれめっちゃ笑った。じゃあ森本くんのノーボケツッコミを間もなくスタートです。商談会場、さあ森本くん入りました。セキュリティゆるフラッと入ってこれちゃったけど大丈夫っすか。ねえ、一個もドア開けてない全部開放されてたからあー、さすがだな。大丈夫ねえ。これはどういった新規事業なんですか。あ、途中だったんだ。こっから始まるんじゃないんだうん、イタリアンのファーストフードという業態で、はい、イタリアンのファーストフード聞いたことないね。っていうか2人にしては広大なスペースすぎませんかねえ、誰ここ選んだの。ポップすぎるだろ。あとおごそかな雰囲気でやった方がいいって絶対うるせえな。ねえ、あ、なんか大学時代に嫌われてた森本だな送信専用。あと僕の言葉は聞こえてるんですかねこれ。水まあまあのリーチないと取れなくなってるからこの距離だと渡してあげたら、せっかくならねえ。友達に持ちたくねえ出資額とかはおいくらぐらいで。1000万を希望してます。あ、融資をお願いしてるんだ。なるほどね。差しでマネーの虎やってんだなるほどなるほど。状況までついつい説明しちゃうライブの成立や森本邪魔かな僕邪魔っぽいよね。この場ではもしかしたら僕浮いちゃってるよね。ねえ、反省すんなよ。突っ込みの亡霊みたいになってるもんね。反省すんなよ。え、まさかの長州力さんの本嘘。え、何のスペースなのこれ。ねえ、あと一応ホット作れるようにはなってるけど肝心のポットがねえやどうすんのこれ。ねえ、そのイタリアンに対するこだわりっていうのは、うん、どんなところにあるんですか。確かにね、はい、なんでイタリアンにしたわけ。本場の食材を使おうというふうに考えてまして。ほうほうほう。イタリアからね。じゃあ本場の食材を輸入するってことね。ってなってくると食材費も高くなってくると思いますけど、それがファーストフードでできるんですかね。え、うぜえ。僕はその辺をね、詰めていきたいと思いますよ。なぜなら1000万円貸すか貸さないかが決まってくるからね、ここでね。死亡例になっちゃってるもん。そっか、送信専用だった投資で失敗した亡霊
そのあなたの格好を見てこう私が1000万をポンと出すっていう気にあんまりちょっと今慣れないっていう、私も身を削るわけですから、はい、まあね、いやいや、まあまあ綺麗な格好をされてると思いますけどね。例えばその頭の具合とか、おう、あ、パーマ NG の人え、よくない別にヤリの数の割には内容が薄い確かに高橋さんにとってもチャンスだと思うんです、ね、ちょっと商談中失礼だけどさ、昔ポストペットっていたよね。ねえ、あれを彷彿とさせるピンクベアいました、ここに。え、それはもう物ボケになっちゃう、ね、あんま偉い人が座る椅子じゃないね偉い人が座るタイプの椅子じゃなくなった確かに、ね、カフェの椅子持ってらっしゃるんですか。あ、それはあります、はい、それはもう事前に中会社のちょっと中見ちゃう、働いたノウハウがあります、ね、今宵の台本あるじゃん、事業計画書確かに出してねえんだエキストラポンクラだな。お前こんなベッドあるファーストフード店ねえよなあ、どういうことだよ。お寿司の、すごいちゃんと書いてるじゃん。そのお店のコンセプトって言いますか、うん、やっぱりこう個性を出していかないとダメじゃないですか。特に恵比寿っていう土地です。正面から見ると半沢直樹最初の敵みたい、うん、半沢直樹がまずこの人を懲らしめてこっから面白くなっていくっていうタイプのね、雑魚ボス、これ味のある役者さんです。じゃあこのタイミングで勉強するなって SDGs 堂々と構えてなきゃねえ。なズッキーニパスタ下線引いてるちょっともう返した方がいいんじゃないですかこいつ。ちょっと僕の事業計画聞いてくださいよ。あんまり売れるんで5000万貸してください。いや、お前5000万貸したから期限は分からないけどいつか売れたいと思ってますいつまで経っても売れねえな森本。僕にアイディアがあります。立ち上がった。あんまぬるくは立ち上がらない。お金はないけどアイディアはあります。ヒートアップしたらこう立つでしょ、はい、あなたにはアイディアはない。こうぬるっと立ち上がらないからヒートアップして。確かに、ね、人類の進化みたいなペースで立ち上がったけど今ね、僕は分からないなりに、うん、イタリアンというものを一から勉強しました。声量一定ヒートアップしたら大体こうやってね声が大きくなっていくもんだけどね、声量が一定。もう一アイディア。もう一アイディア。熱意は分かりました、うん、はい、あ、出そうじゃないアイディア。生ガキ出します弱っアイディアじゃねえな、メニューだなそれちょっと今のはただのボケ、今のボケだろもう。生ガキ気に入りました。いや、それ生ガキが好きなだけだろあんたが新しいアイディア。ファーストフードと生ガキめっちゃ相性悪いぞ。生ガキで決着するんじゃねえよ。ありがとうございます。おい、ちょっとここじゃ硬いんで喫茶店でも行って話しましょう。そう、柔らけえだろ。ありがとうございます。全然硬くねえだろここな。金持ちの息子だなあいつ。お金の価値が分かっちゃいね。さあ、ダーク1人になりました。こっから残り4分ぐらい、3分ぐらい行ったの手ぶらで。さあどうする。それにしても変な空間だな。え、何この壁。プロデュースドバイアシックス、うん、これ見て靴の購買意欲湧かないけどねさすが漫画ありますわ、うん、見て、まあ、あ、どうした、東京グール1から5、僕だけがいない街1から5、うん、地1から5、6以降の数字知らない人が書いてる、ね、確かにね、続いてるから。東京グールもすげーあるからね。東京グールなんてこっから面白くなってくるから、うん、あとなんだレスラーメンしかレスラーメンしかなんだあの漫画。どの気分の時にどの椅子座りゃいいんだよなるほど、いい日だった時のご褒美かこれ、この椅子、ね、ああなるほどね。これ座ってみるけど。お、座って。さあどうする。本当の右腕用の椅子か、ね、愛してやまない側近の右腕用の椅子あるじゃん、ね、面白いじゃん。こんな気分なんだ。あら、滑らない話待ってるね滑らない話待ってんじゃないこいつ、見たことあるもん。さあ、あと本当1分もぐらいです。グリーね、海外ドラマ、ナイツさんの大ナイツ展、うん、ブレイキングバッド、うん、
加トちゃんケンちゃんご機嫌テレビどれが仲間外れなんだなあ、どういうラインナップなの。人の好みをとやかく言うつもりはないけども、それはもう本当何これボケだけどな、もう本当に。さあ間もなくだよ、ちょっと待って、多分だけどこの後春日さん来るねこの後春日さん来るよな、これ絶対ね来るな春日さん、あれネクスト下田景樹さんも来るねお前まだ一番つく、あ、すいません浜松の忘れ物です、浜松の忘れ物ここにあるわ、お前それもうぜひ取りに帰ってきてください、ボケじゃねえかお前ね、いやこれは違うか浮かばなかった、いやなんか出てくるかなと思ったけど何も出てこないもんだね、終了です、ありがとうございました、いやさすがだったな、何の手応えもないですねこれ、うん、これはね誰も笑わないから、うん、本当あれだろう、辛いだろう、命と引き換えにやります寿命削れるわこれ、佐久間さんだから、はい、この後ものすげえ滑ってるに編集することもできる、やめてよ何今の脅迫何、え危うくパワハラじゃないこれ、ダメダメダメ、次、はい、紹介したいツッコミいますか、テレフォンショッキング方式でこれやってくんすか芝さん、モグライダーのモグライダーの芝さん、お前来るなあそこから急に芝やってくれって絶対嫌だろうなやってくださいぜひ、はい。